はい、今日もあなたと役所天国、本日は6月11日曜日ですね。さあ畑の方出てきましてね、ちょっとだけ人参の注文がありましたんでね、人参を取ろうかということでございますね。ところどころやっぱり友達が出てきてますよね。はい、春人参の品種おすすめありますか？僕もベータリッチほぼのみなんですけど、ベータリッチとまあ紅葉2号、夏は紅葉2号、今この辺の普通のやつはね、ベータリッチ、トンネル栽培はベータリッチがいいと思うんですよね。それは分かってるんですけど、トンネル外した後ですよね、ちょうど今ぐらいの5月6月あたりね、3月4月はベータリッチが多分一番いいと思うんですけど、この5月6月7月あたりの春人参ね、なんか違う品種を見つけたいなとね、ちょっと何年か前ぐらいから思うようになって、でね、このいろんなバタバタでちょっとその辺ちょっとね、研究で探しきれてないんですけど、人参はね、本当にあれなんですよ昔話しましたっけね、こう千葉でやってた時はね、周り皆さんも人参なら人参ね、ヘクタール単位で皆さんやってますから、春人参全部トンネルかけてね、トンネル200本300本ってザラなんですよね。なのですごくまあそういう意味では盛んな地域なんですけど、そこでね、だから名前のついてない、その新しくね、その北総大地専用の多分種苗メーカーが出してきたね、名前のついてないやつがあるので、百姓の A さんもどうですかってね、その近辺のそのなんていうんですか、種を買ってる地元の業者さんみたいな人に勧められてね、作ってみたらね、まあ、えらい目に遭いましたよね靴の中に土が入った。でね、要するにもう新しく種苗メーカーさんが出してきてるのは化成肥料と農薬が前提なんですよ。なので僕みたいにオーガニックだと、まあ、全然大きくならなかったんですね。はい、それでも普通の人参は普通に大きくなるのに、あら、なんでなんですかね。本当にそれね、作ってみてものすごく不思議でしたね。なんなんだこれっていうぐらい全然大きくならなかったんですよ。なんかもう途中で止まっちゃったみたいな感じでね。だから同じね、だから人参作りでもね、こうも違うかっていうぐらい違ったですよね。びっくりしました、本当にびっくりした。だからね、こう野菜作りってね、本当にそれぞれが違うんだなというのをね、本当によく感じましたよね。まあ何が正解でね、何がいいのかあるのかよく分かりませんけど、よいしょ、この辺ちょっと小ぶりですね。形はね、そこそこ綺麗だと思うんだけど、これ全部ベータで、大きい色に出てきたベータリッチですけどね。よいしょ、今日はカリフローレね、巻きまして、いよいよキャベツ巻いてね、いよいよ秋冬がスタートしましたね。さあ今年の秋冬ね、去年の前半はえらい目に遭いましたんでねどうなるんですかね。はい、まあ最初にやっぱね、何回も言いますけど、最初の3年はやっぱりね、ちょっとこうバタバタしますよね、作付けね。はい、それはまあしょうがないんですけれども、よいしょ、
よいしょ。まあでも3年すればね、だいたい見えてくるかなというね。特にこの季節感はね、ちょっとやっぱり今年2年目でね、丸々1年ね、正月明け、去年の7月から始まってね、丸々1年ね、こうずっと作付けるというね、昔はそうやってずっと僕は20年やってきたんですけど、やっぱね、そこの土地に住んでね、そうやってずっと長年やっていかないと、やっぱりなかなかその土地感というか季節感ね、やっぱ見えてこないんですよね。やっぱそこに住んでね、その土地の水を飲みね、この雨、梅雨の感じだとか台風が どんな感じで来るかとかね、全然その雰囲気が違うですよね、はい、実はね、実はそうなんですよ、はい、なのでね、なかなかそういうのはね、わからないもんなんですよね。よいしょ。はい、これで大体10キロですね。はい、これで大体10キロです。よいしょ。おお。よいしょ。今日、明日と雨ですか。明日ちょっとね、出かけなきゃいけないんですけど、午前中ね。で、午後から来客と。ちょっと忙しいんですけどもね。6月はね、ちょっとラフで、来週、ちょっとね、他府県にちょっと行きまして、それはちょっとプライベートな用事で、もう動けるのは6月しかないんでね、7月入ったらもう忙しいですから。はい。よいしょ。動けるときに動かないとね。よいしょ。よいしょ。今日はね、気分的には休みだとね、オフと、今日は俺はオフなんだと思って働いてますこの雨に打たれながらこのね、気分のこの精神的なこの持っていき方が大事なんだってね。実際にね、雨の中こうやって働いていても、気分がオフであればね、オフなんですねそのようにしてね、自分を偽りね、自分をうまくだまごまかしね、そのようにしてね、あれなんか今日はオフだったんじゃないのって思っちゃいけないですよね。オフなんだよ、今日は休みだよって、今日休みだけど仕事はいっぱいあるよっていうね、なんとなくやっていけばいいわけですね。毎回毎回ね、なんかよくあるじゃないですか、なんか人間の集中力は持って45分とかってよく言いますよね。本当かどうか知りませんよね。そういう意味ではね、1年365日休みはないわけですから、でも休みがなくてもね、仕事があるわけで、ということをどうやってね、それをね、うまくやっていくのかっていうのがね、課題でございます。この有機農業ね、オーガニック農業の、まあ休みはいいんでしょうけど、休んで回るのかっていうね。はいだけどね、思いません、僕は一つ思ってることはね、まあいつか僕もね、五輪中の時が来て、その時に思い返すのはね、もっと休みが欲しかったって思うと思います？僕は逆だと思うんですよ。もっと働けばよかったね、もっとああしとけばよかったって、もっとこうすればよかったっていう、そっちの方がおそらく多くないですかね。だからもっと仕事だったら、もっと頑張って働けばよかったね、あと先考えずもっとやればよかったって思うと思いません？はい。なので自分の人生の中でね、週休2日でよかったって思うだろうかって、俺は思わないです多分。はい。それが分かっているので、
ね、この30過ぎてからこの休みのない人生を選んでいることに何の後悔もないですよね、はい、むしろあのもっとできたんじゃないんだろうかなってね、あの夜中畑にサーチライトをつけて夜中2時3時まで働けばよかったかなって、それ そこまで思うか知りませんけどね、もっと限界を突き詰めてやればよかったなって絶対思うはずなんですよ、ね、だから休みなんかはいらないです僕はね、はい、それよりなんかこう意義のあることに使えればなというふうにあの思いますよね。もう どうせあと20年経たずに終わるわけです、ね、だとすればね、あとは走り抜けるだけのことでございますよ、ね、かっこよく言わしてもらえりゃ、ただ走り抜けるだけ、走り抜けるだけ、知ったことが。とだってんな、ベタリッチね、ベタリッチとだちやすいのかな、うん、まあでもね、助走ゼロ回だとやっぱりこうやってなってくるね、やっぱり助走はやっぱりちょっとね、トンネル開けた後1回助走した方がいいっていう感じはしますよね。人参はこうやってある程度ちゃんとできてますけど、やっぱりこうやって最終的には草に結構まみれるよね、うん、トンネル開けた後やっぱりね、うん、そんな感じに思います。はい、ということで今日はこれから帰ってね、綺麗に洗って、はい、配送ですね、はい、出荷がありますということですね。よっこらせ、よっこらせ、はい、人参まだまだいっぱいありますからね、これこんだけの量でこれで送料込み4000円ってお得じゃないですか。オーガニック人参どうですか。そんなことないよ、百姓の園ぼったくりだぜ。なんだとこの野郎。失礼いたしました。お客様をどうせどうすんだっていうね、うん、それが俺なりの人参の売り方ね、俺なりの。はい、ということでね、今日こんな日は畑誰も出てないね、うん、ということで今日はオフなんです、私ね、オフなんですよね。だからこんな感じのね、ちょっと気合が入ってない感じの、百姓農園の人参収穫動画でございました。それではまた。